続けてですけれども、ヤマアジサイ、随分背が伸びましたね。もうほとんど私の背丈と同じぐらいになりましたですけれども、ヤマアジサイの方がですね、アジサイって葉っぱ綺麗ですよね、とても、なんて言うんでしょう、発色の綺麗な緑の葉っぱを出してくれています。そしてですね、ここにお花の花芽がありますけれども、こんな感じでですね、花芽が、いくつもついてきています。これがですね、ちょっとガクアジサイ風のお花を咲かせてくれます。とても楽しみなんですけれども、またお花が咲きましたらレポートします。